何回聞いても気持ちいい。これね、嬉しいですね、本当に言ってもらえるって。はい、ちょっとだけ告知じゃないですけど、いや告知ですね、実はあんまり一人でやってないっていうのには、あのね、ユニットをやってるっていうのがありまして、あのなんだそこに座ってる人がいるんですけど、あんただよ、一人寄せんじゃねえよ。カメっていうユニットやってまして、今度4月の13日にデートリーム、デートライブで、なんかここの、あ、そう、ここのイベント終わっちゃうんですけど、そこに店長さん移って、あの一発目のイベントがあります。あのここでせっかくつながれた仲間がね、またそうやって次でもつながってやってくれたらいいなと思っておりますというか、あってよかったなと本当に思ってますが、ね、よかったら、カメっていうユニットで女の子ボーカルと僕ギターでボーカルでたまに歌ってます。あのよかったら来てほしいなとかなんとか思ってますんで、よかったら来てください。最後の曲やります。無理だな、あの人が見ねえや。あのとりあえずね、でもそういうね、ちょっとなんか嫌な気持ちになったりとかいろんなことあったけど、でもそんな夜でも君に会いたいなと思って作った歌です。あのただ君に会いたいっていうのが恥ずかしいから、君が欲しいなっていう歌詞に変えました。ちょっとやらしいけど、では聴いてください。そんな夜だから、笑う街と泣いてる人と見上げしまった、そんな夜だから、うざい君が欲しい、うざい手拍子がよく聞こえる？はい、無邪気君が欲しい、無邪気君が欲しい、正直なテラリコろくでもない僕らと、なんでもない何にもない、そんな夜だから、無邪気
ました。この後も加藤浩次という素晴らしいアーティストがいるんで、楽しみにしててください。ズステーションありがとうございました。